お腹を引き締めたい人をやってください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、でーん、バランスボールを使ってたったの10秒でしっかり効くプランクを紹介します。プランクっていうのはですね、いろいろやり方があるんですけども、床でまっすぐやるとか、バランスボールに肘をつくとか、足を高いところに上げるとか、いろんなプランクがねあるんですけども、その中でもね、やはりプランクは体幹トレーニングになりますんで、バランスボールを使った方がやはり効果がかなり上がります。で、今回ね、バランスボールを使ったプランクを紹介しますんで、ぜひですね、たったの10秒でいいのでやってもらえたらと思います。では説明します。肘をついた状態で四つん這いになります。ボールの真横を足首で挟んで、ボールをしっかり下に押さえつけていきます。腰が反れないように腰をしっかり丸めた状態でボールを押さえつけてください。プランクの負荷がしっかり上がります。10秒キープしていきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、 OK です。お疲れでした。お疲れ様でした。たったの10秒でした。ボールをですね、しっかり挟んで動かすことによって、お腹に力がね、グッグッと加わりますんで、床でやるプランクよりもね、しっかり効かすことができます。バランスボール使ったらですね、いろんなエクササイズがより難しくなりますから、バランスボール持ってない方はですね、ぜひ1個ね購入して、エクササイズのね応用として楽しくしてもらえたらと思います。結構サイズによってやりやすいやりにくいがあるんですけども、基本的にはですね、身長によって決まるんですけども、だいたい男性は65センチ、女性は55センチのバランスボールがベストです。まあ、バランスボールもね、いろんな種類があると思うんですけども、やはり安いやつはちょっとゴムの質が悪くってですね、足を乗せたり手をついたりするときにちょっと滑りやすかったりします。なんでちょっとね、高いバランスボールを買った方が結果長く持ちますし、エクササイズがねとてもやりやすくなりますんで、まあ、そういったねバランスボール選びをしてもらえたらと思います。ということで、今回たったの10秒でできるバランスボールプランクでした。頑張った方はグッドボタンやコメントよろしくお願いします。チャンネル登録もされてない方はよかったらよろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。